リンゴルフの皆さん、こんにちは。 PCM の編集長をやっている村田と申します。今年の3月にアジア最大のゴルフのイベント、ジャパンゴルフフェア2020というのが、今回のコロナの影響でイベントそのものが中止になりました。で、我々 PCM としても中小のメーカーさんを一堂に集めたコンポーネントコーナーというのを、主催を考えておったんですけども、申し込みいただいたメーカーさんに PR する場を設けようということで、リンゴルさんのお力を変えてですね、動画でもこれからメーカーさんの商品紹介をさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。こんにちは、 PCM の村田です。今回はファイヤーエクスプレスというシャフトメーカーさんの新しいアイアンカーボンシャフト、こちらのご紹介をさせていただきます。ファイヤーさんは、こういったようなロゴタイでこう書いてあります。これご存知の方かなり詳しい方でしょうね。あとこのロゴマークの裏側見ると、この柄ですね、これ唯一ファイヤーエクスプレスさんの特徴である四軸組布という、あの新たな組み方ですね、カーボンの組み方がなされたもののシートを使ってこのシャフトは作られています。で、今回ちょっとこの TT45i っていうシャフトなんですけども、一旦ちょっとメーカーさんにですね、聞いてみようかなと思います。ちょっと今からメーカー営業の方にお電話を入れさせてもらいます。はい、国立局の中山です。ああ、こんばんは。村田です。どうもどうも、お世話になります。ちょっと今回ですね、 TT45i の装着したシダークラブをお送りいただきまして、こちらのちょっとシャフト紹介をちょっとさせていただこうと思っておりまして、僕が性能軸喋るよりも逆に中山さんに直接伺った方が早いかなと思いまして、お電話させていただきました。はい、とんでもございません。ちょっと 2,3 質問させてください。はい、まずそのファイヤーエクスプレスという名前ですね、ブランド名、これの由来ですとかコンセプトだとか、ちょっと教えてもらえますでしょうか。はい、そうですね、もう11年目になるんですかね。はい、11年始まってから、はい、やっぱりそのインパクトを駆け抜けるみたいな、はい、燃えるような、はい、はい、はい、インパクト、はい、感じをイメージしたファイヤーエクスプレスという名前の由来ですね。はい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 、ちょっとベタなキャッチコピーでしたけど、飛距離自信ありっていう、はい、はい、飛距離の日がほとんど、ああ、そっちなんですか。飛距離を言って飛距離自信ありなんて掛け合わせて、はい、ポスターとか、ね、広告に、あ、はい、当時やっぱり高断性シートを使って、はい、たまたまそのナノアロイというナノアロイ、はい、素材が出てきたことで、はい、やっぱりその高断性って強度がすごく心配だったんですけども、はい、そういった新素材が出てきたことで、テクノロジーが出てきたことで、はい、安心して製品化することができたんですね。あ、じゃあもうその素材が出てきたことによってパファイヤーエクスプレス、はい、はい、誕生秘話みたいな話ですね。よりこう飛距離、皆さんにこう驚いていただくことができたデビュー作だったんですね。なるほど、はい、はい、飛ぶというところがね、やっぱりテーマになって、で、いろんなはい、によって選べるようなラインを、展開しているわけですね、はい、でその中でですね、はい、ウッド系はかなりいろんな種類がこうファイヤーエクスプレスさん、はい、あると思うんですけども、はい、今回アイアン、はい、アイアンですと今何種類ぐらいですか。ざっくりで言うと、昔からいくとあれですか、ファイヤーエクスプレスフィニッツというシリーズも、はい、あったり、
はい、あとは DGLI が、はい、ちょっと揉めのところで展開しているものは、はい、最近あの MSI っていう MSI、はい、100とか105とかあったりして、はい、まあ、今回 TT45i、はい、で 40g くらいのアイアンシャフト、あ、今回この TT っていうのはなんかどういうなんか由来というか意味があるんですか？まあ、キャトルグッズとかホームページとかに商品説明してるんですけど、ええ、その側に、はい、あのタングステンシート、はい、入れてるんですけど、実はタングステンで TT っていう、あ、そういう、あ、はい、チップ側ということは、まあ、いわゆる先端側ということですよね。ヘッド側ということですね。こっちの先っちょのこっちってことですね。そうです、軽量車なんかで、ええ、あのここまでこうしなやかでありながらしっかりしてたっていうのは矛盾した話なんですけど、はい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 、あの当たり負けしない、当たり負けしない、はい、高校生をキープしている車庫ってちょっと他にはないんじゃないかなっていうふうには思うんですね、はい、あ、じゃあ軽く軽量化するけども、はい、出玉の方向性だとか、はい、そこら辺は犠牲にしてないと。そうですね、あの軽量化するっていうのは、はい、スピードを上げるとか、はい、まあ、そうすることによって飛距離が出るとか、はい、ボールが上がりやすくなるとか、はい、あとは振り切れることが深まりやすくなるっていう効果があると思うんですけど、やっぱりアイアンってね、地面にあるのも一番ですから、はい、はい、ブレなく、はい、そういった工夫が必要な中で試行錯誤していった中、結果このチップ側にパンクステンシートを配置するというのがね、はい、で、まあ、これは矛盾した考えの中でも、まあ、一つの、まあ、私らの考えもあるんですけども、はい、軽いシャフトなのに重さを感じやすくするっていう意味もあるんですよ、はい、なるほど、振りやすいっていう効果もあるので、まあ、そこで全く一般視点の威力っていうのが出てくるので、はい、はい、分かりました。じゃあちょっと今のお話を踏まえ、一回ちょっと打たせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ということで、まあ、タングステンシートという、まあ、非常に硬い、重くて硬いシートが、まあ、この先端部分に巻いてあるというのが、まあ、最大の特徴で、軽いけども先っちょが、まあ、しっかりしているということで、インパクトがブレにくいという特性のシャフトですね。それでは実際打ってみます。ちなみに今回は、シダ用ヘッドにはこのエポンというヘッドの7番アイアンですね。はい、こちらのヘッドがついてます。確かに 40g 台のアイアンシャフトって軽いですね、うん、まあでもあんまりそんなに柔らかくないですね。はい、やってみます。いきなり、まあ、自分はどうしてもやっぱりこう入射角があまり出ないので、高さがまあそんなにほど高さは出ないんですけども、結果的にはキャリーで170 でブレも少ないですね。なるほど、軽いけど打てる。ほぼ似たようなと、まあ、若干ちょっと逃げましたね。確かにインパクトのブレは少ないような感じはします。確かに、でもなかなかアイアンで 40g 台っていうのはなかなかないですね。本来は私のようなタイプが打つようなものないんでしょうけど、
の場合は打ち込むと球が上げづらくなるんですね。よいしょ。やっぱりこう手元から真ん中のここら辺まではある程度しなりはあります、まあ、しなりやすいですね。でやっぱこっちは結構しっかり結構しっかりします。なので結構打ち込みやすい、これちょっと今までなかったタイプですね。こういうの手元でタイミングを取ってインパクトで分厚くドンって感じですか。これはもう一丁やってみましょう。はい、なんとなくいい感じのフェードが出ました。いつも自分はスチールシャフト使ってるんですけども、まあ、7番アイアンですとそうですね、まあ普通に打ってまあいいとかキャリーでやっぱり160いくかいかないかっていう感じなんですけど、軽くてしなる、でまあしなり戻りがある、インパクトで分厚い当たりができる、結果まあキャリーで173、なかなかいい飛距離ですね、うん、これは軽量、軽くてしなりを感じるけどもインパクトでしっかり打ち込んでいける、そういったシャフトですね。ぜひこれ打ってください。